花垣タケミチ君、君はクビです。すいません、クビです。そっか、2週間も経ってんのか。お給料は振り込みます。東満のマイキー派とドラケン派による内部抗争によって竜宮寺は死亡したようです。ちょっと待ってくれ、8月3日ってたった2週間後だろ。マイキーとドラケンが抗争って何かの間違いだよ。ドラケン君はマイキー君の一番の理解者っていうか、とにかくそんなの絶対ありえねえよ。今日が7月19日、猶予は2週間。彼が死に至る原因を突き止め、8月3日竜宮寺剣を救う。竜宮寺の死で変わったという佐野万次郎、凶悪化した現在の東間に殺された橘日向姉さん、ドラケンもアッくんもヒナも最高じゃねえかよ。暗、銃はダメだよ。なんか重いな。え？何この展開、他にどんなメニューがあるんですか。銃はダメ。はい、30分延長で。なんか飲む？前の人生と全然変わってる。なんだ、何が起きてるんだ。何を？いや、その…まさか最近なんか変。え？今日は大人の竹道くん。あ、ドラケンくん、もしもし。竹道、今何してんの。今から武蔵神社に来いよ、みんな集まっから。え？あ、今は。ひなにとってはこういう時間何にもしなくていいの。そういう時間がいっぱい欲しい。ここで待ち合わせ？おい、だこら見せ物じゃねえぞ、どっか行け。なんだてめえこの野郎。殺すぞ麦。お前もしかしてタケミッチ？はい。総長の客何を脅かしてんだよ。よう、タケミッチ。お前何嫁なんか連れてきてんだよ。あ、イナちゃん、この前は脅かしてごめんな。いえ、全然大丈夫です。おい、エマ。はい、了解。この子、タケミッチの嫁だからしっかり守っとけ。お、よっ、イクジナシ君。エマと知り合いなの？エマの下着姿見たくせに逃げたんだよ。ドラケン君、俺何も覚えてなくて。へえ、そんなことがあったんですね。あったのかな。やれ、皆さん。すみませんでした。お疲れ様です、総長。今日集まったのはメビウスの件だ。うちとぶつかりはでかい構想になる。メビウス？うわっ！いって、何すんだ。うん？どう落とし前つけんだこれ。うちの隊の清正が世話になったみたいだな。やめろやパー。はあ、俺はバカだからわかんねんだよ、んなこと。おいパー。黙ってろ。ごめんドラケン。パーは今聞いたってるからよ。メビウスの頭、幼いってやつとちょっとしたことでな、パーのダチはメビウスの連中に袋にされて、有金巻き上げられて、後から親兄弟まで吊るされた。
メビウスってのはそういうチームなんだよ。俺らの二つ上の世代で新宿仕切ってる。どうする、パー。やる？相手は二個上だし、東満もただじゃ済まないし、みんなに迷惑かけちゃうから。やりてえよ！ぶっ殺してやりてえよ！こん中にパーの立ちやられてんのに、迷惑だって思ってるやついる？メビウス潰すぞ！8月3日、ドラケンが死ぬ日。ひらめいたぜ、ナオト。俺はドラケンの付き人になる。付き人？やだよ。あざーす。しかしそんなことで諦める俺ではないのだよ。プラン B、 尾行だ。喧嘩か？もう一生許さない。旗が立ってねえじゃん。ほらマイキー、旗だぞ。さすがケンチン。食ったらすぐ寝んの、いい加減直せよ。ドラケン君はすげえな。マイキー、着いたぞ。誰？パーのたちの彼女だ。5日間意識戻ってねえって。何しに来たんだお前ら。ノーノーと顔出しやがって帰れ。誰に向かって口聞いてんの？全部俺らの責任です。娘はずっと昏睡状態だ。あんなに優しい子が、あんなに可愛かった娘が。これからメビウスと揉める。うちのメンバーにもみんな家族もいれば大事な人もいる。下げる頭持ってなくてもいい。人を思う心は持て。ごめんケンチン。俺ケンチンが隣にいてくれてよかった。ああ、なんか腹減っちゃったな。どういう理屈だ。